さあ、HP シャート、うわ、HP シャット奪い合い、すげえすげえすげえ、うわすげえ、すげえ、ちょっとポイント休ましたら、はい、OSP のこれは HP フィッシュだね、シャットじゃない、フィッシュ、HP フィッシュを奪い合って、サイズは小さいけど元気に食ってくれました、Thank you、いやすげえでかさだった。ありがとう、HP フィッシュ。いや、びっくりした。これトップウォーターでも釣れたんじゃね。HP フィッシュで食ってくれて本当ありがとう。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ちょっと夕まずめの時間になってきたんで、 HP フィッシュのフリーリグちょっと流れが早いんで、下に重りを背負わせて、でこの切りもみのテールアクションとコンビネーションで食わないかな。ノーシンカーだとね、タカ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 ーってちょっと早く流されていっちゃうから、ドゥリ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 ってこのテールのくねりと、で針は前回ちょっと30番で、まあ、釣れたは釣れたけど、 なんかミスが多かったんで、推奨の4番で、できるだけワイドギャップのものに変えております。で、竿もね、ちょっと40番にして、これすごいしっかり釣れたんですけど、本命はこれちょっと固めの竿でカーンって吸い込んだら速攻でフッキングしっかり入れられるように固めのやつ、あの HP フィッシュすごいなんか抵抗があるというか、ほんとテールがものすごいしっかり動いてくれるんで、 M パワーぐらいでスイミングさせていいんじゃないと思ってやってたら、ちょっとね竿が負け気味だったんで、このボリューム感のあるケツの振りにしっかりと追尾するように、なるだけ手持ちの中で固めの竿、もうジグロットね、ジグロットで合わせて見ております。それでこういう流れの中にもしっかり入れ込んで、食ったらコーンっていうコンガーって合わせられるような、そういうスタンバイでね打って見ております。鯉、鯉いる、この淀みとかにしっかりと入れられたらスコーンって餌食いに来てると思うんだけどな。お、あ、違うか、ジグストの具とかにしても良さそうだし、なんかあのチャターのトレーラーとかにしても良さそうだしね、なんかいろいろ使い出はありそうなんですが、
かりと罰の目の前に届けられれば、こんな時間帯ありだと思うんだけどな。コーンって入んないね。ちょっとここは激流れすぎるかな。今なんか追ってたぞ。お、食った。いやーちょっとチビだったけど、なんか君じゃないよな、でも今のな。あれ。はーい、HP フィッシュにね、来てくれました。ちょっとね、回収した時にガバーってなって、あれおかしいなと思って8の字みたいに泳がしたら食ってくれましたよ。8トラップになるのかな。ねえ、激流バスに HP フィッシュ、イエーイ、連れてくれました。じゃあ逃がしてあげます。はーい、 HP フィッシュのなんか8トラップ風みたいなのに騙されてくれました。ここの淀みでなんか今回収の時ズベシュってなったなと思って、あれーと思って、なんか8の字スイミングさせたら追い食いしてくれましたよ。はい、というわけで登場したばかりの HP フィッシュ、これをね使って、いろんなリグでね釣りを試してみているんですけども、一匹目に釣れたのはノーシンカーでね、表層でテロ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 ーって引いたらね、パコーってねバイトしてくれて気持ちいいね。あれトップウォーターのバイトってやっぱ気持ちいいですよね。でそんな時もこのトルクフルなねお尻のパーツがブン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 ね魚を誘って、それでバイトに持ち込むっていうね、こういう感じで、でその後ロッドを変えてフリーリグにしてみましたね。ちょっと表面のところはもうしばき倒してですね、なかなかトップウォーターレンジで食ってくれなくなってきたなっていうタイミングで 7g のですねフリーリグシンカーを入れて、それで1個ねレンジを入れて誘ってみたら、まあ最初ねなんか追いかけてきてバコーってね食いついてきて、でそこにまた入れ直してすぐに8トラップみたいな感じでこう8の字でね、こうグリーグリー
ってね、誘っていたら、それにぐんぐんぐんと食ってくれたっていうことで、で、竿をね、さっき変えたって言いましたけども、ミディアムパワーの竿から、一気にね、こう、ヘビーパワーの竿に変えて、で、そういう流れの中でもしっかりね、太い針をフックセットできるようにということで、コンバットスティックインスパイアシリーズのですね、ザ・プレゼンスっていう竿なんですけども、2オンスぐらいまで背負えるよっていう竿で、で、ラバージグとか普段使う竿なんですけども、それに、まあ、この、今回ね、あと、30番前使って、なかなかね、ミスが多かったんで、針のサイズを40番にね、上げて、それによってこう、針の軸線も太くなっちゃうので、ハイパワーな竿でガツンとね、フッキングに持ち込むっていうことで、ヘビーパワーのね、竿に変えてみました。で、非常に扱いやすくてですね、この見た目よりテールのパーツがものすごい抵抗感があるので、通常使いの時もね、一匹目、まあ運よく、なんだろう、M パワーぐらいの竿でちゃんとフッキングしたんですけども、基本的にはね、ミディアムヘビーとか、それぐらいの竿でやった方が、使う針が40番ってちょっと大きい針なんで、しっかりとね、フックアップできるなっていうね、そういう印象があります。なので、ちょっとね、シャットテールのルアーとか使う時よりも、このテールのルアー使う時は、少し竿にパワーがある。もしくは、そういう、なんだ、バットの方でしっかりね、乗せられるような、そういう竿の方がね、いいんではないかなとね、最近使っていて感じております。まあ、一個ね、持っておくと、その、表層からちょっと下のレンジまでね、いろいろなところで、使い勝手のいいルアーなので、最初ね、これ、海釣りで使おうと思ってね、マゴチとか狙うのに使いたいなと思って買ったんですけども、やっぱりね、まあ、本来の、ブラックバス、非常にね、高反応してくれるので、一つね、なんだろう、バッグに入れておくと安心ではないかなと思います。というわけで、最近ね、いろいろなタックルで試してみているんですけども、今回はね、動画の通り、あんな感じのタックルで、守備よく魚をかけることができました。はい。というわけで本日の釣りコー TV はこちら OSP のですねニュールアーですね HP フィッシュ、これを使ってね、ノーシンカーやらフリーリグやらで魚を釣ってみたよってこういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。